俺は思った。外出先で仕事するとき、メインの業務は文書執筆。それであればわざわざノート PC を持ち歩く必要はないのではなかろうか。そして iPhone をノート PC として使えたら最高なのでは。ということで iPhone をノート PC のように使う方法をご紹介。Step 1 iPhone XDR Air 折りたたみキーボードマウスを用意。この iClever のキーボードとマイクロソフトのマウスは持ち運びに最適。 Step 2 iPhone とキーボードマウスを Bluetooth 接続し XDR Air をかける。にやけながらエアをかけると周りの人にこいつファンザ見ようとしてんなと思われるので、その点だけ注意。 Step 3 Notion を使いデスクワークする。 Notion ならどの端末からも作業内容をリアルタイムにリンクさせることができ、メイン PC に戻った時もすぐに続きから再開することが可能。これでノート PC が不要になります。ただし注意点として、姿勢のいい変態に見えるんだな、これが